クロワシュルガンは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地ーキ県、ロワール県のコミューン。村の名前が示唆するように、中世の日本の道路が交差するところで、村は、生まれ、起源は、古くからと推測される。シャラの大道は、リオンからビシーをつなぎ、サイエットの道は、フールからロアンヌをロワール側の、ウガン沿いに繋いでいた。この道の分岐の一つは、ボジョレーとフォレの境界線となっていた。 1222年5月8日に、フォレハクギー二世とボジュー・リョーシュアンベールの間で、結ばれた条約によって証明されている。井戸の中から、ガロローマ時代の遺跡が見つかった、現在のラティーユ集落を通じて、それはさらに正確である。1275年、クロワゼルは、セーティエンヌに捧げられた教区として示されている。1604年に、教区は隣接する。 町のれに依存していた。1598年、我々は、クロアゼ領主、ピエール・ド・ポメーの名を見つけることができる。現在のクロアシュルマンの名称は1950年に採用された。これは、郵便行政からの要請により、誤廃を防ぐために、同名の別コミューンと区別する必要があったからである。セイフォルテューナの、泉村の定地にある洗濯場は、無人像に、 清らかな水が湧く水源である。泉には聖フォルティューナの白い彫像が反射している。聖フォルティューナはトレビーゾで生まれたラテン王の詩人でボアティエ司教となっている。かつてそこは運動機能に障害を抱えた人々が集まる巡礼地であった。歩くのが遅かったり、スムーズでない子供を持つ母親たちが自らの子供たちを連れてきていた。参照もと、 1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。